ドルは、フランス、サントルイコールバルドロワール地域圏、ウールイコールエイコールロワール圏のコミューン。ドルは、1983年の国政選挙で、注目を集めた。極右政党である、国民戦線が初めて市議会で、第一党となり、副市長を出したのである。当時、目に見える失業と移民社会とにつながる不満が、突出したとされた。中世、 ドルーはドルー博の本拠地であった。ユグノー戦争における最初の大規模な戦いであるドルーの戦いが1562年12月19日に起きカトリック勢力を率いたアンヌ・ド・モンモランシーが辛くも勝利を収めた。フランス革命以前のフランスでブルボン・パン・ティエーブル家は大土地所有者の一人であった。1775年ドルー博領は ルイ16世によって、パンティエーブルコールイジャンへ与えられた。サンルイ王室礼拝堂1783年、ルイジャンは所有していた、ランブイエ城を、ルイ16世へ売却した。同年の11月25日、長い信仰の過程を経て、パンティエーブルコールイジャンは9つの棺を、ランブイエ城の隣から、サンテティエンヌド・ドルー教会へ移した。 ルイジャンは1793年3月に亡くなり、彼の遺体は、両親の眠る、納骨堂に暗記された。フランス革命中期であった、同年の11月21日、ボートが納骨堂を荒らし、十0あった遺体を同協会の一般墓地へ投げ込んだ。1816年、ルイジャンのただ一人生き残っていた娘で、オルレアン公爵夫人のルイーズ・マリーは、 聖火の終わりの住処として、一般墓地の場所に、新たな礼拝堂を建設した。1830年、ルイーズ・マリーの長男で、フランス王となったルイ・フィリップは礼拝堂を、ドル王室礼拝堂と改名して、美しく飾り立てた。現在、この礼拝堂は、オルレアン家の埋葬地となっている。新たに作られた礼拝堂には、オルレアン家の75人の人々が埋葬されている。 ジール・ノートル、レ・シャト・デ・ロン・ボーイ・エ、シックス・シエクル・ディ・イストワール、カルマン・レビィ、パリ、1930、リプリント、デ・ノアル、パリ、1984、チャプター5、レ・プリンス・デ・ポブル、ピアニッシモ、も、78から79、この礼拝堂内には、ルイ・アレクサンドルの日であった、ランバル・コーヒー・マリー・ルイーズは埋葬されていない。彼女は、 フランス革命最中の1793年9月3日に、パリのラフォルス監獄で殺害された。遺体は、アンファニコール・トルベ・墓地へ埋葬されたが、後に、遺体の判別ができなくなった、ミヒエル・デ・デッカー、ラ・プリンセス・デ・ランバル、リブロリー・アカジミック・ペリン、コレクション・イストリック・ドゥーロジー・パール・アンド・レ・コストロ、パリ、1979。 チャプター12イルズ・ソン・ブランチャイズパール,ル・マルール P265 ありがとうございます